ジズヤ。ジズヤ、ジジャ、または、ジズヤ、アラビア語、トルコ語、シジーは、イスラム症を朝における、人頭税。ジズヤは、イスラーム早々期に、イスラーム政権の庇護を受けたズインミーから徴収される、効能や租税一般を指したものであった。内容は、地域差がおおよそあったが、大体においては、地疎と人頭税を合わせたものであった。しかし、 ウマイヤ朝末期以降に、イスラームへの回収者が増大すると、ジズヤを、ズインミーから徴収される、人頭税、ハラージュを、地租土地税とする、養護法上の区別が定着するようになった。つまり、イスラーム政権が、ズインマの民、あるある、ディマイコールズインミーに対して下す、非護、ズインマの負荷として、租税という性格が、明確化されるようになった。ウマイヤ朝では、 首都ダマスカスのあるシリア近辺に住む改収ペルシャ人などはイスラーム大征服時代の初期段階でムスリムとなったにも変わらずアラブ人ムスリムとの間に税負担の不平等があることに大きな不満を募らせていた。同王朝第八代カリフの生まる二世はこうした不満を見て取り、またズインミー、異教徒のイスラームへの改修を奨励しようとしてズインミーとマワーリー、 ヒアラブ人回収者の租税負担に差を設ける必要を訴え、マワーリーからの地図や徴収を停止しようとした。ホラサーン総督ジャラーに対して、メッカの方向を向いて礼拝する者には、すべて地図やを免税よと命じたのは、その現れである。その命令によって、集団的な回収が起こり、税収が打撃を受けたため、ジャラーは、税金の枯れのための手段として回収しているだけだから、 その証として、滑稽を義務づけるべきだと申し出た。しかし、生まる二水は、神は、滑稽のために、ムハンマドを使わしたのではないと答えたという。八世紀半ばのアッパース革命によって、神の前における、ムスリムの平等が実現し、それまでのヒアラブ人に対する、税制上の差別待遇が撤廃された。ムスリムであればヒアラブ人であってもジズヤは課されず、 その一方で、アラブの特権は廃されて、アラブ人であっても、土地を所有していれば、ハラージュ、土地税が課されるようになったのある。こうして、ジズヤは、もっぱらヒムスリムに対するものとなったが、16世紀以降、イスラーム王朝として、インドを支配したムガル帝国第三大皇帝のアクバルは、インドにおいて多数派であるヒンドゥー教徒の融和のため、1564年、 ジズヤの徴収を廃止した。ただし、第六代アウラングゼーブは、ヒムスリムに対するジズヤを復活している。ヒムスリムはジズヤを支払うことにより、制限付きではあるもののズインミー、ヒゴ民として、一定の生命、財産、宗教的自由の保障が得られた。ジズヤは、本来聖書を奉ずるユダヤ教徒やキリスト教徒、いわゆる経典の民に対するもので、それ以外のヒムスリムには、 回収を迫ることが原則だったが、イスラム世界の拡大によって、実質的には、すべての非ムスリムに対するものとなった。ジズヤは、イスラーム社会ではムスリムより、会に位置づけられた非ムスリムにとって厳しい負担となり、また、イスラーム政権に対する服従の証でもあったため、多くの非ムスリムはジズヤを屈辱と捉えた。このような金銭的負担と、社会的差別を逃れるため、 多くのズインミーが、他地域への逃亡やイスラームへ回収を選択することもあった。他地域に逃亡した例としては、ムンバイ方面に逃れた旧サーサーアンアサペルシアのゾロアスター教徒があり、彼らはインドにおいては、ペルシア人の意味で、パールスイーと呼ばれている。ジズヤによる、厳しい負担は、ヒムスリムに対し案に回収を迫るものであったが、ジズヤが重要な財源になったことから、 むしろ税収減少を懸念して、ムスリムへの回収を好まない風潮も生まれ、イスラム政権下の多くの国民が非ムスリムに泊まるような事例もあった。これが、イベリア半島におけるレコンキスタの成功の原因の一つにもなった。またレコンキスタがなった後のイベリア半島では、ユダヤ教徒が国外に追放されたが、オスマン帝国が彼らを ジズヤを治めてくれる民として歓迎して受け入れた例などがある。現在でもイスラム原理主義者の中には、シャリアに基づく再生一致の国家を樹立した暁には、ヒムスリムに対してジズヤを課すことを標榜している団体があり、問題視されている。2014年にイラクとシリアの一部を実行支配する過激派組織アイッセルが支配地域内のキリスト教徒に対して、 人頭税を要求した事例があり、復古的なイスラーム支配を目指すものと指摘された。ジズヤを課せられるのは、ツインミー身分に属する健康な自由人の成人男性であると、11世紀のイスラム法学者、マーワルディは述べる。家父長制のもとで一家の主たり得ない婦人、子供、奴隷には課せられない。良性具有の疑いのある者にも課せられないが、 彼が男性と判明した場合は、過去に遡って課税される。また、精神異常者にも課されないと、マーワルディは述べる。ズインミー身分に属する、自由人の成人男性であっても、老人や病人、貧困者の場合には、見解が分かれる。マーワルディは貧困者を除きジズヤが課されると述べるが、この場合いずれもジズヤは課されないと述べる説もある。 ツインミー一人あたりに課せられる、ジズヤの最高額と最低額については、法学派の間で見解が分かれている。ハナフィー学派は、浮遊なものからは48ディルハム、中流のものからは24ディルハム、仮想階級からは12ディルハムのジズヤを徴収すべきと、する。マーリキー学派は最高額も最低額も支配者の自由であるとする。 シャーフィー学派は最低額は一リナールであるとし、最高額は支配者の自由であるとする。ジズヤについては、税金の高がズインミーの経済的負担に直結したのは無論だが、その納税の仕方にもズインミーに屈辱を与える様々な仕組みが施された。例えば、ジズヤの納税は、地方の有力者のもとに納税者が直接届けに行くことが多いが、その際に、 公衆の面前で暴力を振るわれることが少なくなかった。これは、異教徒はイスラム教徒よりも下であるという一種のデモンストレーションであった。暴力だけでなく、体に不信仰のやからと夜勤を押されることさえもあった。このようなデモンストレーションについては何人ものムスリムの学者たちが記している。ただし、功能の際のこのような侮辱的な儀礼に対して、 ことを唱えた学者もいる。課税に関する古典的な論文を書いたアブー・ウマイドは、ジズヤの課税がズインミーの経済的能力を超えたり、ズインミーの負担となるようなことはあるべきではないと考えた。カリフ・ハールン・アラシードの首席判事であった法学者のアブー・ユースフは、ジズヤの徴収の方法に関する次のような判決を下した。このような意見が唱えられたのは、 上述の通り、イスラム政権にとって、ジズヤがむしろ税収源として重要になったことが背景にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。